はい、どうもお世話になっておりますオカリナの平本です。今日はですね、先日隅田でも、はい、大活躍していただきました山村先生に来てもらっております。どうもお世話になりました。今年は結構、はい、ね、講師ともに結構お世話になったというか、はい、多分何回ぐらいでしょう。いっぱい会いましたよね、はい。本当に、まあ、全球先生とか、山村先生お酒大好きなんでね、はい、本当にこういろんなぶっちゃけ話とかねできたんで、そうですよね。どうでした、あの隅田公演、まあ、やってみて、まあ、リハも4回ぐらいやられて、はい、うん、本当にアンサンブルの楽しさを再認識させていただきました、うんうん、ね、ソロが多かったので、そうですよね、仲間ができた感じ、うんうん、嬉しいです、うん、だから僕なんかも一応カンターレっていうね、はい、メーカー主催メーカーを持ってるとこのやっぱりチームが欲しかったんですよ。ほんで、まあ、方々に声かけてできたのが、まあ、去年でいうと銀座だし、今年は隅田であったんで、まあ、またね、あのどこかでまたいろんな形で、見せ方できるかなっていうね、今回はソロもあったし、デュオ、トリオ、クインテッド、カルテットまでありましたから ね、 ね、だからまだまだいろんな見せ方ができるかなと思いますんでね、はい、またぜひ皆さん、あの簡単に楽団ありましたらよろしくお願いします。ということで、はいはい、今日はねちょっと質問がありまして、はい、今ねオカリナでもコンクールっていうのはあるんですよね。はい、たくさんたくさんあるんですか。僕は、ね、どっちかっていうとどっちかカンターレしかあんまりこうなんていうか見てないんですけど、はい、今年オカリナの雑誌のね、はい、人と結構話す機会があったりしたりして、その他のメーカーであったりそのコンクールの話とか結構仕入れることができて、はい、でその中でうちの若手なんかもちょっとこう出てみたいなみたいなことを聞いたんですよ、はい、ただ僕は全然わからないんで、はい、でね、2016年度のあれでしたかね、ですよね、2016年 の、 ソロ部門の一応最高位を取ってらっしゃるじゃないですか。で、うちの楽器を使ってもらっててね、はい、取ったわけですよ。ですからそのね、コンクールのそのまあ在り方とかどんな感じなんですかね、今は。そうですね、いっぱいあるんですか。はい、たくさんあります。あります。ただまあ他のちょっと私が受けた以外はあまりわからないですが、うんうんうん、先生が受けたのが僕も唯一知ってるコンクールだったんですけど、はい、あれが一番多分大きいというか権威があるんですかね。権威というか分からない、うん、ただ審査員の先生方は、うんうん、大学の教授、まあ、きちっとねだったりとか、うんうん、まあ、そ、はい、そうそう、博物館の館長さんだったり、楽器博物館の館長さんだったりするので、まあそうですね、演奏者さんとはまた違う形式なのかなというところがあると思います、うんうんうん、はい、それでやっぱり音楽って、はい、例えばピアノであったり、はい、バイオリンであったり、はい、まあ、先生ちょっと言ったらクラリットやったじゃない、はいはい、必ず全日本なんちゃらから始まって、はい、例えば浜松なんとかコンクールとか、はい、僕が知ってるのは宮崎なんとかコンクールとか、まあ、かなりあるじゃないですか、はいはい、でやっぱり音楽ってコンクールってつきものなんですかね、結構。私は最初、うん、オカリナでコンクールってちょっと思ったんですけど、うん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 、でもそれも出てみないとなって、うん、出てみてちょっと変わりましたかね、うん、考え方が。はい、じゃあ出てみてどう変わりました。その2016年今から3年前ですよね、うん、そうですね、きちんとこう基礎的なものを勉強するためにはいいのかなと思います、うん、基礎的なもの、はい、そういうところを見られるので、うん、ちょっともうちょっと具体的に言うとどういうことですか。例えばそうですね、うん、曲に対してのテンポだったり、うん、きちんと正確に、うん、リズムが取れているかとか、うんうんうん、音程もそうですね、はい、と伴奏者のバランスとかいろんなトータルで基礎的な部分を見られます、ね、うん、なるほどなるほど。でそこで、はい、初めて行った時に、まあ、最高位を取ったわけですけども、はい、その審査員からその、まあ、まあ最高位に値するその商標っていうんですかね、コメントって何どういうとこ見られてるような感じですかね。まあ、言える範囲だけでいいですけどね。音程とか本当に基本的なところです。音楽表現というよりはある程度
日本カレーの航空に関しては、うんうん、あのどちらかというと本当に基礎的な部分をに肘を置いてるかなというところです。じゃあ結構そのなんていうかな、自由にやっちゃうっていうとまずい。それはね、危険ですか、ね、それは去年、うん、あの去年も受けたのですが、うんうん、ギターの曲だった。はい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 、私はギターの曲なので、うん、本当に勉強して、うん、ギターの方に弾いていただいたり、うん、それピアノの曲もあって、うん、ピアノの先生を聴いて、うん、いろんな形式でやった結果、うん、あまりそっちよりは基礎的なこと、うん、音程とかきちんと取れていた方に加点が。なるほど。じゃあそのコンクールにおいて、うん、どこにこうなんかフォーカスするかっていうのもあるのかもしれないですよね。そうですね、多分そうですね、うん、そのコンクールで何を重視しているかっていうのをきちんと求められているものを出すという ね、はいはい、で, すね。でもどのコンクールも多分基礎的な部分っていうのが一番大きいんではないでしょうかね、うんはい、やっぱり僕なんかもこう若手見てるとやっぱ基礎っていうよりはどうしてもこうなんていうかな、パッセージ俳句してみたりとか、うん、あえてこうなんていうの、今までにはない奏法をしたがる人が多いんですけど、そういうのではちょっとコンクールではちょっとないという感じですかね。そうです、それ踏まえてた上で表現する、うん、なるほど、まああれですけど、やっぱそこがあっての次ですよね、うんうん、あなるほどなるほど。で割と先生方っていうのはあの公平に見てくださるもんなんですかね。その例えばあのぶっちゃけな話、先生が出られたコンクールにいわゆるメーカーさんが協賛してるじゃないですか。あ、それは多分ないと、うん、結果を見てるとそうですよね。うちは全然出してないのに、はい、うちを使ってくれた先生が最上位に行ってるから、あの俯瞰してみると、あ、きちっと判断してるんだなって僕は思ったんですよ、はい、メーカーさんはあまり関係ない、ね、関係なくきちんと音楽的な表現で評価されているのではないかと、うん、なるほど、なるほど。そうすると、あのなんかやっぱり出たいなって人が結構いたんですけど、はい、その出るメリットと、まあ、デメリットがまああるのかないのか分かんないですけど、ちょっとこう先生が出てみた、いててここが良かった、あるいはそのこういうところはやっぱ覚悟した方がいいよみたいなのってありますかね。デメリットっていうのはほとんど感じないですか、ね、感じない、メリットだけ、はい、メリットだけです、ね、じゃあメリットで言うと、やっぱりそこに出たことで、うん、あのいろんやっぱりすごく勉強しますし、そこに向かって勉強するじゃないですか、で技術も上がることもありますし、でそれに対していろいろ評価も得て、あ、聞いた方がこういう評価なんだとか、あと聴衆賞なんかもあるので、いやそうですよね、はい、もらってましたもんね、はいはい、私はもらってないですけど、あれ違いましたっけ、そうそうそう、あれ何でしたっけ、何でしょうあれ先生もしか、あ、そうですか、うん、なので、はい、あ、そうですよね、コンクールがあってその聴衆賞もありますからね、普通コンクールって、うん、やっぱお金なんてもあるわけですか。はい、ありました。だから去年は学生さんかなが、はい、もらってました。なるほどなるほど。でその基礎的なコンクールできちんと基礎を勉強して、うんうんうん、そこからの表現かなと思って、演奏家としては。そうですよね。はいはい、だからうちにこう買いに来てくれる人でも、うん、なんかいきなり曲とか吹き始める人いるんですよ。うん、やっぱり基礎って大事ですよね。そう、大事だと思います。でその基礎っていうのは、うん、まあ大まかに言うと何なんですかね、オカリナで言う基礎っていうのは。そうですね、まあまあ音楽、まあ、正確に音符を吹けるとか、 あと音程がきちんと取れるとか、そういったことでしょうかね。なるほど、やっぱ基礎は大事ですよね、うん、それで、まあ、よくあるのが課題曲と、まあ、自由曲みたいな展開かなって僕は思うんですけど、やっぱりそんな感じでしたか。はい、日本お金のコンクールはそうですね、課題曲があって、で課題曲は割とこうどんな感じの曲？いろいろ毎年違います。結構変わります。変わります。去年は調子の良い鍛冶屋だったかな。うんうん、それどういったのを多分見られるんだろうなと。あ、違う、去年はギターのその曲でしたね。あ、その前が調子の良い歌詞で、今度の3月が、うん、ビバリディの四季の春です、ね、あの難しいとこ入るんですか。入ります。入る、はい、それがあの、課題曲、うん、それが課題曲。そうです、結構難易度高いですね。そこで結構今まで見ているとそういうところでボロボロっていう方がたくさんいらっしゃるんですけど、それはアカペラで吹くんですか。アカペラです。アカペラで、はい、
まあ、全曲が吹かない、何楽章な一楽章のあのやつですね、はい、有名なところね、はい、あれ何分ぐらいなんですか、まあ、アカペラで吹く2分ぐらいですか、ね、あそんなもんですか、短縮して小林先生が短縮して、ちゃんとアレンジはしてやると、いやでもあの早いところですもんね、聞かせどころというか、そうですね、だから、はい、そこをどうクリアするか、あるほどその辺を見られるじゃないですか、それっていうのは、はい、指示記号っていうのが書いてある、それとも自分なりのテンポが書いてある、あテンポ書いてある、はいはい、あとその細かなそのあれってあるんですか、テンポ指定のみ、全くあのアーティキュレーションも書いてないですね、ないですからテンポ感のみ、指示ははい、そこは奏者に任せて、なるほど、じゃあテンポの中でどう吹くかっていうのはそこは自由なわけだ、そうですね、ああなるほどなるほど、で、それがあって、今度自由曲なんですね、はい、自由曲も1曲、自由曲1曲ですね、あこれはまあ先生が出た感じで言うとどういうのがこう受けるとかあるんですか、いやないです、全くないです、ない毎年違いますね、あの本当に日本のものを吹いた方が1位だったりとか、ビバルディだったかな、のピッコロコンチェルトを吹いた方が、ね、グランプリになったりとか、なるほど、本当に毎年違う見方というか、だからオカリナがこういったものっていうのがないので、オカリナの良さを引き出して、なるほど、いれば、その日本のものでもいいし、はい、まあ、クラシックだろうと、さすがに J-POP とか演歌っていうのはないですか、J-POP はあれ、例えばよく言うと花水木とか、あの演奏した方はいるんですけど、入賞した方はいらっしゃらないでしょうかね、あー、そうかそうか、じゃあどっちか、千本桜とか、あー千本桜、はい、うん、そんなのは演奏した方が確かいたような、結構千本桜なんかは派手めに聞こえるじゃないですか、はい、あのだからといって何をああこの方は表現したいのかっていうところではないでしょうか、ね、そうか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 その辺が重要、なるほどね、その単純に、まあ、吹いてるというかね、そうそうパフォーマンスになっちゃうんですね、そうですね、そうか、その先にじゃあ何がその自由曲で伝えたいのかっていうのがね、そうですね、あなたは何を伝えたいんですか、そうかそうか、その上で、ね、基礎的なものも見られて、音楽的な要素も見られてっていうところ、じゃあ一概に例えば派手めな曲やるから点数が多いとか、いわゆるその日本的にちょっとこうミディアムテンポからバラードテンポやると点数が伸びるとか伸びないとか、そういうのは全くない、関係ないですね、関係ない、だからそこできちんとパフォーマンスして、で基礎的なことができていれば、まあ評価にもなるんじゃないでしょうかね、なるほどね、ということは、まあ、出たいなって思う人はやっぱり出ればそれなりのスキルというかやる気も出るだろうし、はい、そうですね、まあおすすめと、はい、おすすめです、なるほど、たくさんの方が挑戦されることをおすすめです、でもうこれは先生のようないわゆるプロの方も出らしてるし、たくさん出てますね、学生さんも出るし、はい、いわゆる、同じ土俵で戦うわけですよね、その、あのカテゴリーはあるんでしょうけどね、あのデュオ部門とかアンサンブルとか、 あとは年齢ですか、年齢も、はい、まだ大丈夫なんです、65からシルバーも、なるほどなるほど、もうシルバーでもいいかなと思って、なるほどなるほど、そうですか、でということなんでね、ぜひもうたくさんの方がね、ね、第2ね、その優秀、最高位にしてますから、その人ね、まあ1位なしの2位って、まあ、よくありますよね、まあ、ちょっと悔しいですけどね、ね、ちょっと悔しいですよね、まあ、1位は、まあ、あのそれ以上上はいないんだけどね、ちょっとうんと悔しいぜひいつかこう、ね、晴らす時というかね、リベンジをしてみたいですね、なんかそういう構想があってね、またいい報告ができたら皆さんに報告したいと思いますので ね、はい、ということで、あのオカリナのコンクール結構熱いみたいなんでね、結構各地でやってらっしゃる、はい、東京でも楽しいオカリナコンクール、小山京子さん、あ、いやいやいや、あのこの間和美先生の、あ、はいはい、ね、なんか出てなんか2位だったって聞いたんで、マロニエさんだったっけかな、あ、そうでしたか、うん、なんか出てね2位でした、なんか今年あの栃木に来てくれた方のグループさんがなんか2位だったって言ってましたね。うん、
東京とかでもあるし、まあ、先生が受けたのは大阪ですよね、はい、でなんか福岡でもあるっていうのを聞いたことあるし、ね、和美先生が今年でしたか、うん、審査員になっているきらめけおかりの本っていうのができたので、それ今年から今年だったと思います。あ、もう終わっちゃったんですか。はい、あ、やっぱ音楽ってどうしてもコンクールって多分つきものだと思うんでね、まあ、うん、オカリナどうよっていうのあったけど、やっぱり受けてみてやっぱそれなりの何かは得られると、はい、たくさん得るものはあります。なるほどですね、はい、ということでね、あの若手とかもういわゆるそのプロじゃなくても出れるわけですよね、はい、学生さんでもその愛好者でもね、うん、ただもうガチンコで戦うわけですから、それをね、頑張っていただきたいと思うしね、はい、ぜひあのうちのカンターレであの1位取ってくださいということで今日は山村太鼓先生でございました。どうもありがとうございました。バイビー。